ラットレースから抜け出す方法、ジョー・ローガン。人生は永遠に続くわけじゃない。一日は24時間しかないから、これを問い続けるんだ。それが何かを見つけ、それに時間を費やすんだ。餓死しない程度に生活できるお金は大切だけど、お金を追い求めてはダメだ。やりたいことを追求するんだ。ポイント稼ぎのようにお金に執着すると、1日12時間以上働くことになったりして、人間をダメにする。何のためにそうするのだろう。もっと物を買うためさ。もっと良いもの、流行りもの、友達に羨ましがられるようなものをだよ。それな、どうせ死ぬし、それを持つことで得る満足感は長続きしない。例えばシアトルのタグボードで数ヶ月バイトをしてお金を貯めたら、好きなことで楽しんでいる人もいるんだ。この世界を楽しもうと新しい体験ができる世界に飛び込む人はたくさんいる。週40時間勤務は馬鹿げている。それは間違いない。そんなに働く必要はない。標準化されるべきではない。好きなもの、興味あることを求めれば、働かなければいけないという意識から抜け出せるはず。今じゃ仕事が終わるのは5時半、6時は普通。昼食休憩を取ったらその分の給料は出ない。想像できる？人生で最も重要なものが生産力だなんて。自分が大切だと思うことに時間を費やすんだ。